みなさんこんにちは。教えて孫育て、リポーターの高松です。次の世代を担う子どもたちが地域の中で生き生きと育つように、このコーナーではさまざまな子育て孫育ての耳寄りな情報をお伝えしていきます。私は今ベルファーム内のビニールハウスに来ています。今回は私、野菜作りに挑戦したいと思います。そこで教えていただきますのは、ベルファーム農家市場ベルの会、沼田会長さんです。会長さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ベルの会では普段どんなような活動をしていらっしゃるんですか？そうですね、日常的には生産者向けとして、生産技術の向上、それから特産品の開発、これ今取り組み中なんですけども、循環型農業を目指した土作り、そういったことに取り組んでいます。はい、それと子どもたちを対象としては、私たち生産者とここのベルファーム共同でですね、教育ファームという事業に取り組んでいます。教育ファームはですね、子どもたちに種まき、それから草取り、追肥といった中間管理、それとその後収穫ですね、それを体験していただいて、その収穫した野菜を使って自分たちで料理してそれを味わう、こういう活動をしております。あ、そうですか。今年はどんな野菜を作られたんですか？今年はですね、子供ピーマンという野菜に取り組みました。子供ピーマン、はい、というかピーマンはですね、子供たちが嫌いな野菜のナンバーワン。そうなんですか。はい、それと逆に親たちから見れば食べさせたい野菜のナンバーワンになりますね。わかります。そうですよね。はい、親子食育体験というのは、野菜嫌いな子どもたちも克服できるというような素敵な事業なんですね。はい、そういうことを願ってます。ということで、私は今回、子どもたちと野菜作りに挑戦したいと思いますので、教えていただけますか？はい、まず私としてはプランターで簡単にできるような野菜というのを考えているんですけれども、この時期どんな野菜がおすすめでしょうか？これから冬に向かっていろんな野菜作れるんですが、比較的に簡単に作れる野菜として大根とかカブはいかがでしょうか？じゃあ大根とカブに挑戦したいと思います。まず準備するものから紹介します。まずはプランター、なるべく深みのあるものを選んでください。大根は2リットルのペットボトル、カブは9センチポットでも使用可能です。次に畑の土ですが、ホームセンターに売っている花野菜用の培土で OK です。次に肥料としては園芸化成、888を準備してください。以上ですが、高松さん、早速やってみましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、まず種まきからということで教えてください。はい、はい、じゃあ土をプランターに入れます。だいたい8分目ぐらいまで入れてください。8分目ぐらいまでですね。8分目に入れたら軽くならしてください。はい、こんな感じでいいですか？はい、大丈夫です。はい、次に肥料を軽く一握り。一握りですね。はい、こんなぐらいでいいですか？はい、じゃあ均等にばらまいてください。はい、わかりました。均等にですね。はい、こんな感じでいいですか？はい、 OK です。はい、じゃあ次は土をかき混ぜましょう。はい、わかりました。よくかき混ぜてください。はい、奥の方へも肥料が行き渡るように。そうですね。はい、ですか？はい、わかりました。また平らにならして、もう一度平らにならしてください。はい、次に種をまくための溝を作ります。溝ですか？はい。どんな風に作るんですか？このような木の棒を利用してですね、だいたい5センチぐらいの間を空けて、深さ1センチから1センチ、これぐらいの溝を2箇所掘ります。2箇所ですね。はい。こうなります。ああ、綺麗に溝ができましたね。はい。
それじゃ あの大根ですけども種かなり小さいんですけども1箇所に3粒以上、はい、で間隔は10センチぐらいでお願いします。はい、わかりました。じゃあ種本当に小さいんですね。これ大きい方ですよ。大きい方ですか、はい、じゃあ、10センチ間隔で3粒から4粒ですね、はい、ちゃんと育ってねって願いを込めて、ね、はい、巻いていきます。できました。はい、じゃあ次に土かけをします。土かけ、はい、どういうふうに、ですね、手でちょっと種を覆うぐらいにかけていただければと思います。こんな感じですか。そうですね、もう軽く軽く、はい、こんな感じで、はい、じゃあもう一列も軽くかけていくんですね、はいはい、こんな感じで土かけ終わった後軽く優しくならしてください。はい、わかりました。軽く、はい、優しくならすということですね。はい、はい、これで種まきは完了です。種まき完了です。はい、じゃあ最後に水やりです。どのくらいやればいいんですか。最初はね、たっぷりやってください。わ、はい、かりました。はい、こんな感じでいいですか。もう少しやってください。はい、はい、OK ですね。たっぷりですね。はい、はい、会長、種まきと水やりは無事終わりましたけれども、この後気をつけることはどんなことがありますか。はい、まずプランターは火の当たる場所に出してください。その後発芽するまで3日から4日ぐらいですだと思うんですが、表面が乾かないように水やりをやってください。発芽した後は表面が乾いたら水やりをしてください。乾いたら水をやるということですね、はいはい、この時期はいろんな害虫が発生しますので、防虫ネットをかけるとか毎日虫取りをするなどの管理が必要です。なおアブラムシは光るものが嫌いなので、アルミホイルを下に敷くと効果があるようです。いつも気にかけて育てることが大事なんですね。よくわかりました。もう一つ大事な作業があるんです。どんなことですか。間引きという作業です。間引き、はい、どんなことするんですか。今たくさん種をまいていただきましたね、はい、でも育つのは1本だけなんです。1本だけ、はい、そうですか。だから、はい、だいたい2週間ぐらい経った後、その一番大きく育った苗を残して束を引き抜きます。あ、引いちゃうんですか。はい、それを間引きと言います。なんかもったいない気がしますけど。いえいえ、その抜いた野菜は味噌汁の具とかお浸しで食べていただきます。じゃあ大丈夫ですね、はい、それでは収穫の時期なんですけれども、種まきをしてからいつ頃になりますか。今日まいていただいた大根はいろんなサイズで収穫できる大根なんです。ですけども、だいたい種まきから 2,3 ヶ月したら収穫の時期を迎えると思います。今年の冬にはみんなで美味しくいただけそうですね。さて、沼田会長、ベルの会の今後のイベントの予定など教えていただけますか。はい、今年はですね、コロナのためにほとんどの行事が中止になってしまいました。しかし私たちが行う教育ファームは来年も実施します。ぜひ参加してみてください。そうですね、皆さんぜひご参加ください。いかがでしたでしょうか。私はこの冬の収穫が今からワクワクしてとっても楽しみです。皆さんもぜひ子どもさんやお孫さんと一緒に野菜を育てて食べる楽しみを味わってみてください。沼田さん、この次、野菜を作るとしたら、孫の嫌いな野菜をあえて作ってみんなで食べたいなと思います。いいですね。でも無理強いはいけませんよ。わかりました。本当に沼田さん、今日はお忙しい中をいろいろ教えていただいてどうもありがとうございました。ありがとうございました。あ、私株の種まき忘れてました。今から一人で種をまいて帰っていきたいと思います。それでは今日はこの辺で、さようなら。さようなら。はい、株の種まきも終わりました。この野菜の成長の様子なんですけれども、松阪市のインスタグラムで随時発信していきたいと思います。見てね。